で、そうそう、お母さんと電話しててさ、電話しててさ、あんた最近どうなん？何してんの？ってドキドキ。具体的に言ってないから、ドキドキ。でもね、若干ね、多分ね、分かってるね。多分ね、何とは分かってないけどね、なんとなくね、多分分かってると思う。楽しく頑張ってんやったら、ええねやって。100万人登録いたら話そう。ペコラ先輩のやつやん。こうやって応援してくれる人とか、ね、わためのことをなんかプッシュしようって思ってくれる人とか、本当に感謝せんといかんよって。はい。はい。絶対に天狗になったりとか、あぐらかいたりとかしたらダメやで。はい。はい。頑張ります。9割ぐらいバレてるかな。まあほぼほぼ多分ねバレてるね。だからまあ数年後に武道館行けるように頑張ってますって言っといた。アルバムとか出せるように。あんたの歌がって。え、あんたの歌。あ、はい。そうでございます。出せるように、頑張りたい所存です。もう、なんか、だいぶなんか気づかれてるから、いいかなって。ねえ、あんたのもんとか、多分家にあんねやろって。そっち行った時見せてもらおう思ってって言ってた。え、グッズかな？グッズのことかな？タペストリーとか、クッションとかのことかな？あんたのマウスパッドいつ出んのって。それはもう 100% バレてるな。いや、やばいな。脇パイとか言ってるとこ見られたら、やばいかも。大丈夫かな？心配、まあ、いいか。まあ、しょうがねえ。だって、これがわためなんだもの。しょうがねえ。汗かいてきた。もう手遅れすぎる。まあ、今から路線変えよっか。路線変えよっか。こんばんどどど。ホロライブ。4期生。つぬまき。わためです。え、何ですか、わきって。何の話題ですか。え、わかんない。わためには、わかんない。転んで、すりむいたとこ、地下に沈んで、沈んで、